説明がありました日本皮膚工業会の方の、会長をさせていただいております。日本皮膚工業会は、通常の活動といたしましては、皮膚器具の統計ですとか企画、知的財産安全性や環境の面の、調査研究などを行っております。しかしながら最近のですね、世界の手で描く機会が減っているということにですね、皮膚器具を作るものとして、非常に大きな不安を感じまして、ショイクという考え方を提唱し、その普及に、努めてまいった次第でございます。その中でやはり、ショイクという活動を、考え方を普及させていくためには、学校教育現場でのご理解と、取り組みが不可欠というふうに考えまして、この度ショイク推進協議会と共同して、学校現場での教材を開発することと、いたしました。この教材を、使用していただく先生方に手で書くことの、大切さと意義を再認識していただきたいというふうに考えております。また、これを使って学んでいただく生徒さんたちにですね、手で書くことの楽しさ面白さを、実感していただきたいなというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございます。